ああ教祖さんたらマリリンのためのコンサートの練習始めちゃったよマリリンさん一人のためのコンサートともなればそれは手を抜けませんのな <laughs> マルガリータちゃんおにぎりはまだまだあるからね高倉さんがたくさん作ってくれたから <laughs> かたじけないではもう一つその塩おにぎりオーバー、うん それでカオルさん、輪釘というものについて、少しご説明いただけますでしょうかマルガリータ、さすがに日本古来の釘については、知識がございませんのゆえまず、キーワードから紹介しとくねガッテン承知の助でございまするメモしながら、はいちゃいたしますその前に、このおにぎりをいただいてしまいましょうあう <laughs> ごちそうさまでございました <laughs> キーワードはね枠木、葉釘、丹造、中造の4つ丹蔵、中蔵丸ガリタにはちょっと難易度が高いワードでございまするよ大丈夫日本人にも難しい単語だからね、高倉さん枠木 <laughs> というのは日本の釘 両釘というのは西洋の釘ここまではなんとなくわかるでしょはいしかし釘にそのような違いがあるとは存じませんなんだすると日本の家屋に使われている釘はマルガリータの故郷スペインで使われている釘とは種類が違うということにございまするねそうでもないんだねおよ枠釘が使われていたのは100年以上前までで現代の日本家屋で普通に使われているのは ヨクギだからねなるほど100年以上前と言うとえっと明治時代でございまするなそうそう確かねえー、っとちょっと待ってね僕が小学生の時にまとめたヨクギに関するレポートを携帯に入れているからちょっと見ながら話すよあそうだこれマルガリータちゃんにも添付で送るからそれを一緒に見ながら話そうおお、片付けない えっとあこれこれじゃあ送るよ高倉さんにも送りますねああ届きましたどれどれなんと当時の手書きレポートの写真でございまするねああこれが小学生時代のカオルさんの字でございまするかこ <laughs> <laughs> 個性豊かな字でしょう。 ハハハキュートでございまするよま。まあ、字のことは置いといてさ、本題に戻ろう。繰り返すとね、洋筆はその頃から日本で使われ始めたんです。正確には明治二十年、千八百八十七年頃からだね。で、その前は枠筆。ここまでいいかな。枠筆は明治二十年までと。 ガッテンでございまするマルガリータちゃん鋳造ってわかる鋳造でございますよね鋳、うん、型に溶かした金属を流し込んで固めるやり方なんだけどマリリンはキャスティングって言ったら理解したけどどうマルガリータちゃんはうキャスティングでございまするかはい理解できまするパンケーキを作るやり方のようなものでございますねパ,パンケーキ ああ、なるほど。まさにパンケーキを作るときのようなもんです。はい。なるほどな。パンケーキかー。あ、でね。ヨークギっていうのは、主にその鋳造で作られているわけですよ。安価で簡単に大量に生産するためにさ。安価で簡単。うん。これは何か落とし穴がございますよね、きっと。正解。鋳造で作られるヨークギは、 鉄の純度が低くて、つまり、不純物が多くて腐食しやすく脆いんだよ。環境によっては30年持てばいいとこだってさ。30年とはまたはようございますな。あ、もう少し詳しく言うと、ヨークギはまず腐食しやすい。おまけにヨークギの形は先端が尖がっていて、打ち込みやすいけど、木を支えているのは平たい頭の部分。つまり、 釘が腐食して頭が離れちゃったら木を支えられなくなるってこと両釘は頭が取れたら終わりとなるほどそして輪釘はいかにまず輪釘は腐食しにくいのが何よりの特徴だねなぜだかわかる不純物が少ないからでございましょう正解枠木の場合そもそも元になる鉄自体が違う 僕のレポートの4ページ目を見てごらん4ページとおよー漢字ばかりでございますもんねカールさんはこれを小学生の時に書かれたんですねマルガリッタ完璧いたしますのま、まあ白鷹雪典さんの本を写しただけなんだけどね <laughs> あはははははは

<laughs> きっとそうでございますよなんといっても一流アーティストでございまするからそ、そうだった普段の教祖さんを見てるとそのこときれいに忘れちゃうよね <laughs> 枠くに話を戻しましょう了解先ほどわくぎの元になる鉄そのものが違うとおっしゃいましたが枠木に使う鉄は 和光とか和鉄って呼ばれる鉄なんだけど。和光和鉄と。漢字わかるさすがにわかりませんが、漢字は後で教えていただくことにしまして。了解。どうぞ先に進んでくださいませ。こういった鉄は、砂鉄が原料なんだよね。えっと、アイアンサンドね。うん、マルガリーそれは聞いたことがございます。 マジですかマルガリータは日本刀にすっごぼ興味がございまするのでそうか時代劇が好きだったねすると枠木の鉄は木炭を一緒に燃やして高温にするタタラっていう技法で作られるのでございまするかあカオルさんのレポートにタタラのことが書かれておりますのねす,すごかなるほどなるほど和光とか和鉄は たたらの技法で作られた鉄でございまするかほぼ純鉄が出来上がるそうだよ現代のように大量に鉄が必要な時代にはたたらは無理でございまするねうん実際明治末期に西洋の製鉄法が入ってきてたたらの技法は衰退しちゃったんだたたらと現代の製鉄法はどう違うのでございまするか鉄釘に関して言えば原料の砂鉄と 鉄鉱石の違いがあるし高温にする際に使う燃料がたたらでは木炭現代はコークスが使われる点だね木炭、コー,クスうん、コークスを使うとコークスに含まれている硫黄が鉄に入ってしまい鉄の強度が落ちるそこでそれを補うためにマンガンを入れるすると硫化マンガンが出来上がるそしてその硫化マンガンが 表面に出てくると錆ができてしまうわけおちょっとお待ちくださいませね、うん、コックスの中の色マンガンを加えるとリュッカンマンガンこれが錆の原因とタタラは製鉄には最高の技法だろうけどなんせ手間がかかるから現代では割に合わないだから現代では純鉄を手に入れるのは相当難しいらしいねということは 現代では純鉄からできている枠木は大変貴重なもの、高価なものということになりまするねそうなんだよねだからここの茶室が枠木で作られていたらお茶室に眠る宝は枠木ということになるのでしょうか銀兵衛さんも多分そう思っていたんじゃないかなでもそれを確かめる前になくなっちゃったまあ明日明るくなって詳しく調べてみよう ついでなので、カールさんのレポートの残りの部分もご説明いただけまするかマルガリータ、日本刀の勉強の一環として、拝聴いたしたく存じまする。<laughs> 了解了解。えっ、ー、と、原料の話は終わったから、今度は枠木の製造過程の話をしようか。なるほど。枠木と溶着木の違い。1は原料の違い。次に、2として製造過程の違い。 さっきキーワードの中に「炭造っていうのがあったでしょはい鋳造炭造とおっしゃいました枠木は炭造されて作られるんだよ炭造っていうのは高温にして鉄をトンテンカントンテンカンって叩きながら作る方法だねトンテンカントンテンカン <laughs> マリリンはフォージングって言ったら分かったけどマルガリータちゃんはわかるかな FORGING ォージングはいわかりまするすげえ教祖さんの英語すげえ先ほどの中蔵がパンケーキを作る過程とするならば単造はそば粉をこねてそばを作るようなものでございまするねわかりやすいなるほどそばか <laughs>

教祖さんギターなんて持ってきてたっけきっと携帯のアプリでございまするよあれはなるほど教祖さんは普段は機械なんて何にも使えない雰囲気醸し出しておられますのにこと楽器となるとオールマイティでございまするねやっぱりすごか人なんやろうねすごかーおいたちなんか今 天才が曲仕上げていく場面にいるのかもしれんねそうかもしれませぬまあ、期待せずに待っておきましょう<笑><笑>カオルさん、枠木が鍛造によって作られるのは分かりましたが具体的には鋳造とどう違うのでございますか簡単に言うと、高温にした鉄を叩いて粗い金属の結晶を細かくして 組織を均一にして一方方向だった繊維方向をさまざま方向にするわけえっと繊維方向を散らせるとちょっと難しくなってきたねうーんつまりこうすることでより強い鉄になるということでございましょうかそうそうしかし古の日本人は本当に素晴らしいうわ 祖先を褒めてくれてありがとうマルガリータちゃんに褒められたら言うことないもんねカオルさん炭造というのはやはり技術が必要なのでございましょうなまあそば粉を練ってそばを作るときもただ練ればいいってものじゃないように炭造もただ純鉄を厚くして叩けばいいってものでもないらしいからね横木は30年とおっしゃいましたが 枠木はどのくらい持つのでございましょうどのくらいだと思うさあ見当もつきませんのが日本刀に似た製造方法だとしまするとユンに数百年は千年らしいよこやー千年でございまするかそう千年それくらい錆びにくいらしい本物の鉄は錆びないということでございますかそう僕たちは鉄は錆びるものと思い込んでるだけなの 純粋な水は電気を通さないのに水は電気を通すと思い込んでいるのと同じでございまするねそうそう日本刀が価値あるわけでございまするマルガリタちゃん日本刀本当に好きなんだねすこぼる興味がございまする本物見る機会があったら一緒に見ようねありがとうございまするさて枠木と洋釘木の違いその3に行ってみようおーその1原料の違いその2 製造過程の違いそして今度はその3その3形状の違い形状の違いと洋釘は見慣れているからいいでしょう。はい洋釘は頭が平たいことで木をつなぎ止めているということでございましたなそうそうだから頭が取れちゃうと釘の役目をしなくなる枠木はね僕のレポート11ページを見てごらん11ページ となるほど。かなり形も大きさも違いますね。そう。そもそも古代の釘の考え方は、ただ先が細くなって木に打ち込みやすいだけではダメなんだよね。マルガリータちゃん、その絵を見てどんな風に思うえっと、途中にちょっとしたくびれや太くなった部分がございますのね。極端に言えばコカ・コーラのボトルのような感じでしょうか。わ、わかりやすい。 コカ・コーラボトルかなるほどねそれともうさぎの穴にはまって出られなくなったくまのポーさんみたいなものそ,それもわかりやすい理解力が半端なか<笑><笑>これですと一旦打ち込まれたらなかなか抜けないでしょうな釘の3分の1くらいまでが入りやすくて抜けにくいように緩やかな曲線になっているんだよね だよね世界最古の木造建築物でおまけに釘が一本も使われていないって言われているのに驚きでございまするでもさスペイン人なのに法隆寺に釘が使われていたっていうことに驚いているマルガリータちゃんにも驚きだけどね。ねえ高倉さん。少し詳し詳く教えていただけままするかか昭和9年から24年らで 流寺の解体修理が行われたんだけどその時五重塔から4本金堂から3本の釘が採取されているらしいよたたった7本でございまするかそうそうそれからその7本の釘も全てが建立寺のものでもないらしい鎌倉や江戸時代のものもあったみたい建立とおっしゃいますと寺院やお堂塔などを建てることだよ。 お寺などを建てることを、建立というのでございまするか。なるほど。それと、建立寺というのは ?7 世紀のことだね。およーおよそ1300年前ということでございますね。すごいよね。採取された釘はどのような輪釘でしたのでしょう学術院の清水という方が、釘について詳しく報告なさっているんだけど、それによると、採取された釘は、 4 8センチから2 4ンチまでの長さのものがあったみたい2 4ンチでございまするかほとんどお箸といっていいような長さの釘でございますねうん7本が並べられた図があるんだけどこれを見ると根隆寺の釘は2 0ンチ弱のもので一番長いのは鎌倉時代のものだね4 8センチというのはたぶん元禄時代のものおお中心蔵の <laughs> そうそうさすがだねあのお話は泣けまする <laughs> でもどうやって見たの中心蔵マドガリータは母上の日本のお友達から年末ドラマを送っていただきそれを見たのでございまするなるほどねしかしそれだと完全に字幕なしでしょはいすごかね日本の時代劇はテレビドラマでも 勉強になります監督妙理に尽きるねこりゃあ,あどうなさいましたか今度からさ時代劇見るときどんな釘が使われているのか注目してみようかおうなるほど大工が登場する場面なんか注意してみると面白いんじゃないかな大工道具までは注意を払っておりましょうが釘はいかがでしょう細部にこだわった黒沢監督の映画なんかどうだろう お黒沢監督あの名監督でもそこまで気を配ってるのかななんと面白い着眼点でございますことかそうじゃあ今度時間見つけて映画見てみようねガッテン承知の助でございまするそろそろ枠木のお話もおしまいにしようかはい貴重なご講義感謝いたします何の何の日本刀の研究をマルガリータはししたたくなりました日本刀かまあそのうち またマルガリータちゃんの方がわくに関しても詳しくなるんだろうね。<laughs> ところで明日からはどのような宝探しを試みまするかまずはお茶室に使われている釘を調べることから始めよう。打ち込まれている釘の形状の調査は困難でございましょうな。そうなんだよね。どうしたらいいかな。お茶室を壊すこともできないし。 うん <laughs>。教祖さん、お疲れ様でございました。おー。そういえば、僕たちには教祖さんという強い味方がいたじゃないですか。うん、ん何のことかな <laughs> あはもうやだな。<laughs> 教祖さん、折り入ってお願いがございます。うん、ん 茶室に使われている釘の形状を見る道具ですかはい、釘を抜かずにどんな形の釘が使われているのか知りたいんです釘なんてどれも一緒じゃないのそれが全く違うのでございまするあら、そうなのねここの茶室には日本古来の枠釘が使用されている可能性があるのでございまする和釘ね 枠木は長いものになると20センチを超えるものもあるんですよ。あらー、それは長い釘ですね。なるほど。普通の釘とは違うみたいですな。教祖さん、お願いでございますなんとか、その、ええー。スーパーマンのように壁や柱の中を投資できる道具が欲しいんですね。うん、スーパーマンの投資。まさにその通りです。さすが教さん。 <laughs> いやーなんのなんのは。は <laughs> は教祖さんの財力をもってすれば、そのような道具はちょちょいのちょいと作れるのではマルガリータちゃんからそこまで言われては、この教祖、お断りすることもできません。よ、教祖さん。さすが、我が師匠でございますね。本当に、都合のいいお願いなのですが、なんとか、その、なん、なん、なん、心配ご無用ですよ。は<ー>だ、大丈夫なんですか 大丈夫、大丈夫。なんたって僕にはマリエさんがついてますからね。おー、再び登場、美人秘書のマリエさん。マリエさんにお願いすれば、どんなことだって叶いますからね。かかかかかか,か,か,かうん、早速マリエさんに電話してみましょう。あー、ちょいと、湿気うん、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 あ、あマリエさん あこんな時間にごめんあばせんあんはおりてまりえさんにお願いしたいことがありましてねまりえさん最強教祖さんの才能を引き出したのはもしかするとまりえさんなのかもしれませんううううう小さい頃の教祖さんのことを知っている高倉さんがうなずいてるからきっとそうだマルガリータちゃんの才能を引き出したのはマルガリータの場合は母上でございまするやっぱり 多分そうだろうなとは思ってたんだけど。マルガリータのような能力を持った子供を気味悪がりもせず大切に育ててくださっておりまする。気味悪いってそんな。いえ。他人様から見ますと、きっと気味の悪い子供でございまするよ、マルガリータは。そんなことはございません。カオルさん、ありがとうございまする。マルガリータは日本に来て、なんと幸せな環境にいることか。 特殊能力を持った子供や天才児は何かと大変なんだろうね。まあ大丈夫。マルガリータちゃんには僕たちがついてますから。片付けない。マルガリータ、感謝の言葉が見つかりませぬ。え<ー>あら教祖さんどうしたんだろうベロニカさんが送ってるんですかベロニカさんがそ、そんなむちゃくちゃな理由でですか うん、そんなこと言われても。ああ、はい。うんそ、そうしてくださいませ。く、くれぐれも、今以上怒らせないでくださいませ。よろしくお願いします。はい。あじゃあ、明日、お待ちしております。はいはい。お、おやすみなさいませ。はあ。はあ。教祖さん、どうされましたかな ベロニカさんが怒っているって僕一人でここに来ていることが許せないってことではいなんだそんなことですかなんだなんだじゃないマルガリータちゃんたちは知らないんですよベロニカさんが怒った時の <laughs> それはそれは怖いことだって怒るって言っても理由がねそうでございますよ怒るほどの理由でも。 <laughs> ベロニカさんは怒るんです。<laughs> そんな理由でも怒るんです。<laughs> <笑>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 ごわいしょ。 せいれつお願いします。はい。気、は、き、い、をつけーはい。頭上のヘリに、えー、けいれいはい。けいれいれやめはい。うん、いいですかマリエさんのお話によればベロニカさんのおいりはほぼ頂点に達しているとのことです。 ほぼ頂点ですか。おーそれは誇らしてお迎えしますように。はあ、ご愛用。 元気だったかなはいマルガリータすコブル元気でございまするよそうかそれは良かったよはいこれお土産おお、ペロニカさんからお土産とはなんと心より感謝いたしまする開けてごらんはい早速西岡カオさんでしたよねは,はい初めまして初めましていつもマルガリータちゃんのことありがとうございます あいえいえ、そんな、とんでもありません。マリエさんからあなたのこと聞いてますよ。マルガリータちゃん、あなたのことが大好きだそうで、これからもよろしくね。もちろんです。アルガリータちゃんからはいろいろなことを教えてもらってまして、刺激的な毎日ですし。まあ、謙虚な方ね。素敵素。素敵だなんて、天下のベロニカさんに素敵だなんて言われちゃった。ははは。 もうやられてるこれはもしかしてお化粧道具 <laughs> 気に入ったペロリカさんありがとうございますマルガリータ日本に来てからずっと欲しかったものでございますそうでしょなんたってマルガリータちゃんのお世話してるのが男の人ばっかりですからねこういうことに気づくはずもないし面目 <laughs>、ね、ありません <laughs>

な、なんですか知らんただ、これを渡せばわかるって言われたぞなんすかね、携帯ん携帯じゃないかキョさん、それって釘を調査する機械じゃないんですかあ、なるほどなるほどあ、その機械、裏にキョさんのロゴが入ってまするよひょっとして、キョさんグループの製品なんじゃありません ロゴガールということは、まあ、そういうことになりますか。すげえ。教祖さんの一族ってこんなものも作ってるんだ。あ,あ、あの、ベロニカさん。何にマルガリータちゃん。ベロニカさん、超ご臨服だと伺ったのですが。<laughs> あははは、それマリアさんの冗談よ。な、なんだ、そうでございましたか。マルガリータ、ホッとしました。でも、 しばらくは怒ってるフリしとくからね教祖いじめるといろんなことしてくれて便利なんだよねガッテン承知の好きでございまする <laughs> <laughs> ウっフしかしまあまりえさんにいただいたこの装置小さいわりに使い方が複雑ですよまったくん柱や壁の中を見る装置なんですから仕方ありませんよまあね X 線装置のようなものなのでしょうからねうんそれにしてもまあ複雑。 もっと簡単に使えるように担当者に言っておかねばん。おお。さりげなく競争グループトップの顔がちらっと出ましたね。いや、お恥ずかしい。でも、シンプルイズベストですからね。無駄な機能、無駄なデザインは削り取らないと。おお。かの有名なジョブズ・スティーブさんと同じ哲学。ああ。 彼とは以前対談をしましたっけええー、対談したことあるんですかええー、まあ。僕の音楽も彼のビジネスに関係してましたからね。おお、今度はミュージシャンの顔が。 <laughs> でも、ビジネスの話、そっちのけで話しちゃって、えー、結局、すっかり意気投合して一晩食べ明かしましたよ。<laughs> 飲み明かすじゃなくて食べ明かすですか彼は飲みませんからね。教祖さんとジョブズ・スティーブさんが食べ明かすって、さぞ高級なものなんでしょうね。羨ましか。世界一美味しいものですよ。わ <laughs> かるかな 世界一ですかそう、世界一。高倉さんはお分かりでしょう。<笑><笑>ええー、なんだろう。それにしてもこの機械は扱いにくいですね。大雑把な性格のベロニカさんだったら絶対無理ですね。こんな面倒な機械扱うのは。しっしっ、さんベロニカさんに聞こえたらどうするんですかなに このお茶室の声なんかあっちまで聞こえやしやせんよ。そうかなうん、それに今は奥のキッチンでマルガリータちゃんと昼食の用意をしてるんでしょはい。じゃあなおさら聞こえやしませんよ。言われてみれば、そうですね。<laughs> どうされました君の悪い笑い方ですけど。いやーあのベロニカさんの手料理が食べられるなんて、 生きていてよかったって思って。もうまあ、それは言えますね。慣れすぎてて忘れてた、そのありがたみ。そうですよね。あんな美人の手料理はそんなに頻繁には食べられません。それをまあ、認めましょう。ね、高倉さん。あんなに綺麗な人の作ったものだったら、どんなにひどい料理でも綺麗に食べちゃいそうですよ。 えー、いかん、あった。完全にベロニカさんの美貌にやられてますよ、またくん。あかは幸せだなー。<laughs> まあ、仕方ないといえば仕方ないけど。えー、西岡さんあははい、なんでしょう。あった、何か勘違いしてません勘違いですかそう、勘違い。 は、はあ、天は二物を与えずって言いますからねあなた方庶民は美人の手料理はまずいんじゃないかって思うんでしょええー、まあ言われてみればそんな公式がぼんやりとはい <laughs> あったジャムと蜂蜜混ぜ合わせたくらいあーはいはい甘いんでしょどうせ私の考えはそうそう あまあまですよん。<laughs> えってことははいベロニカさんのお料理のう前は今や一流シェフみですよあそうか忘れてた。以前ベロニカフェアやってましたもんね教祖さんのレストランでそうまあ全部私がベロニカさんに料理のなんたるかを叩き込んだんですけどねそっか。 あれって本当にベロニカさんの手料理フェアだったんだ。え、そこ僕が指導したってことには感動がないんですかあった。ああ、言われてみれば。まあ、どうでもいいですけど。そっかそっか。本当の手料理だったんだ。ああ、食べとけばよかったね、あの時。まあ、いいじゃありませんか。 贅沢にも今からいただけるんですからおーそうでしたそうでしたいやー楽しみかはいはいあ、さてお話が過ぎましたこんなことしていたらまた怒られちゃいますよまったく昼食までに機械の操作を覚えなきゃえー、っとこのつまみを回して ああ、教祖さん、そのつまみじゃない。<laughs> うんい。いかがでしょうか。梅茶漬けで、この僕に挑んでくるとは思いませんでしたよ、また君。 ごまかしのきかない一品でご判断いただきたく梅の酸味とお茶のバランスが何とも絶妙でございますねうーん大丈夫 <laughs> 二人とも 何なんですか、この緊張感は。まるで嫌いじゃないですか。ある意味真剣勝負なので。うーん。う、うまい。ははははは。いやー、腕を上げましたね、ベロニカさん。ベロニカフェアの頃は危なっかしくて見てられませんでしたけど。いやー。<laughs> あれは本当いい勉強になったわささ、皆さんもお召し上がれ、ね。待ってました、いただきますいただきますフロニカさんの手料理、感激バイあ、うんうん、確かに梅バランスの良い酸味と渋みこれはやはりこの梅と日本茶の剪定が 絶妙なのでしょうねねえ <laughs> 梅とお茶の情報はマリコにもらったんだよさすがマリコさんですね本物の良さを熟知しておられる悔しいけど認めざるをえん、うん、マリコさんとは私のお姉ちゃん美人で語学堪能物静かで知性的そして優しくておとぎ合いあ,りあいつは優しくはないぞ

のようなもの。これはひょっとしてあられでございまするか、ごめんとマヌガリータちゃんやはりそうでございまするか、お茶漬けにあられ、この絶妙な食感が何とも言えません。だよね。誠に日本人の想像力には感服でございまする。さて、さて、こうなると夕食もまたお二人にお願いしたくなってきましたよ。よだって承知の助でございます。問題ない。 夕食もお任せあれ <laughs> い,いかがなさいましたカオルさんどうしましたああ心配することはありませんほっときなさいなそういうわけにはいきませんカオルさんがなくなんて滅多にございませんのゆえ何か心配事でもあるなら言ってみて力になるよああそんなこと言うとかえって <laughs>

うーん、思ったほど釘は使われていませんね。意外だわ。使われている釘は確かに予想通りは釘ばかりですが、とにかく本数が少ない。これじゃあお宝とは言えませんよ、まったく。そうですよね。どこか一箇所にまとめて隠されているのかしら。それもあるかもですね。それにしても、 あ、ここにもありますよ。ああ。今度のは長い枠木ですね。えー、っと15センチはあるかなあ。ここにも神田さん、これも記録お願いします。了解です。それにしても少ないな。機械の使い方は間違っていませんよね。はい、これで間違いありません。 とりあえず、茶室全部を探索しましょう。そうですね。あ、それで、話は全く別のことなんですが。何ですか、西岡さん。ここにもあった。やはり枠木ですね。約10センチ。と。であ、いえ、教祖さんがジョブズ・スティーブさんと食べ明かしたものですよ。ああ、その話。それって、おにぎりでしょ。ピンポーン ただのおにぎりじゃなくて、ママ気味のお手製おにぎりでしたけどね。<laughs> やっぱり、よくお分かりになりましたね。ジョブズ・スティーブさんも質素なイメージがありますもんね。それでいろいろ考えていたら、マルガリータちゃんが表意後におにぎり食べている場面を思い出しまして、おにぎりは最強ですじゃん。<laughs> 教祖さん おにぎりを世界に紹介する協会か何か作って会長でもされたらいかがすでに僕は世界におにぎりを推奨する会会長ですが何か失礼しました。こりゃ本物だ。まあ僕ほどおにぎりを愛してやまないセレブはこの世にはいないでしょうね。<laughs> おっしゃる通りで。 ああ、ありましたよ。ここにも。記録お願いします。了解です。二十、二十一、二十二。全部で二十二本ですね。二十二本ですか。やっぱり少ないですね。 柱の中に打ち込まれていますから、確かめられませんけど、仮にこの釘全部が金でできていても、思ったほどの金額にはなりませんね。歴史資料としての価値は計り知れないんでしょうが、お金という点からすると、それほどでもない。このお茶室の持ち主だった福田屋さんの言う財産っていうのは、歴史的な価値があるっていうことなんじゃないんですか い,いえ、そうじゃありません。マネーの方です。何でも鹿の島が危機に陥っても何とかできるくらいの価値って言ってたらしいですから。なるほど。銀兵衛さんが釘に目をつけていたのは、やはり銀兵衛さんが鍛冶屋さんだったという職業上の興味からだったんでしょうね。そう考えるしかありませんね、マット君。あ、そうだ。どうしましたいそのこと。 マルガリタちゃんにお願いして、その福田屋さんを探してもらったらどうなんですかそれがダメなんです。マリリンがそれを許してくれないんです。銀兵衛さんの男を立ててあげてって言って。はあなんという聞くマリンさすがマリリンさんですね。美人で気が利いて言うことありませんよ、まったく。同じ美人でもベロニカさんと大違いですよ。 あの教祖さん何かといえば「おい教祖こうしろ」「おい教祖ああしろ」とあの教祖さんそのくらいにあなたはすでにベロニカさんの美貌にやられてしまったようですがあの美しさに騙されなああのマリリンじゃなくて悪かったないいらしてたのねおい教祖覚悟はいいか 美味しいですねさすがベロニカさんこんなに単純簡単な料理をこれほどまでに美味しくできるのは技術以上に愛情の問題ですよマットくんそうかそうかそんなにうまいかさあ食えおかわりをついでやろうなでももうさんさな目なのでそろそろなんか言ったかいいえ何もいただきます お茶室の会話を聞かれたばっかりにねみんなも気に入ってくれたマルガリータちゃんどうおいしゅうございまするこれが噂のスパゲッティナポリタンなのでございまするねそうそう一緒に作ったから作り方を覚えたよねはい思った以上に簡単でマルガリータにも作れそうでございまするどうチョコレートやおにぎりに加えてこれも表意後のエネルギー補給食になりそう大丈夫でございまする パスタはエネルギー化に優れた食材でございますし、何よりこの味がマロガリタ好みでございます。よかった。まあチョコやおにぎりと違って作り置きができない点、高倉さんが大変かもしれないけど。<笑><笑>お,お芋手伝うバイ？パスタ茹でるくらいならお芋にもやれるし。まあカオルさんったら優しい。おおい。 全力でパスタを作らせていただきます。はい。ああ、カオルさん。いやさ、西岡カオルさん、完全にベロニカさんにやられてますね。西岡カオル破れたりってか。かか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 。ああ、可哀想。なんか言ったか？ええー、何も。<laughs> 教祖さん。 不思議に思うんですけどなんです教祖さんはどうしてベロニカさんの魅力にやられないんですこんなに素敵な人とたくさん時間を過ごしていてまあベロニカさんが教祖さんに興味がないのはわかりますけどな,なんと失敬な僕が本気を出せばベロニカさんの一人や二人一瞬でメロメロになるんですから <laughs> な何笑ってんのか何しようかカオルくん ロニカさん何かコメントうーんカオルさん残念ながら教祖の言ってること当たらずとも遠からずまたまた冗談きついっすよまあさこの私ベロニカはそういうことないけどさ教祖って実はモテるんだなこれが <laughs> 嘘ばいそんなの嘘ばい マルガリータもそれはかる気がいたしまするマルガリータちゃんまでそんな嘘ばい嘘ばばい、はいはい、まあ大学生ごときにわかる世界観の話ではないですからカオルさんもうちょっと年を重ねるまでお待ちなさいきっとあなたにもわかるときが来るうんうんで今日そう言われてみればそうなんだがお前ほんと このスーパーパモデルベロニカになびかないのは何でだな、なんででしょう僕にもさっぱりでもベロニカさんはなんかこう昔からの知り合いって感じの方が強くてなんと言いますか昔からの知り合いなんでそれいやー正直言うと私もお前のことそんな風に感じる時があるんだよな昔って言っても ほんと昔昔からの知り合いって感じで。ベロニカさんまでそんな風に。へえ。カールさん、こういうことってそんなに不思議なことでもございませのよお。そうな、そうなのそうなのねえ、マルガリータちゃん、教えて。どういうこと前々から気になってたんですよね。霊界と関係があるってことうん。そういうことになるといえばそうかも。マルガリータ。 まだ解明はしておりませんのが。何か事例でもはい。国籍も住んでいるところも違う二人が、初めて会った瞬間に、二人があたかも旧地の中であたかのように昔話を始めたという例を、マルガリータは聞いたことがありまするよ。つまり、祖先同士が知り合いだったってことですかねそうなるでしょうね。今日その祖先と私の祖先が知り合いだったのええー、やだし。し、敬っけな。 にしても祖先かうん冗談だよやっぱり不思議ですねでもマルガリータちゃんと一緒に暮らしていると世の中何が起こっても不思議じゃないって思えてくるよ本当にどうした競争ポカンとしてなんだか急に歌のインスピレーションが湧いてきて歌マリリンさんに捧げる歌なんですけどね ベロニカさんちょっとお付き合いくだささませベロニカさんと話しているとなんだか一曲できそうでおお構わないけど早く早くあちょうどお月様も出てますしお庭でお話ししましょうへい<ー>ミュージシャンってあんなふうにして曲書いてるんだろうかね教祖さんはやっぱり天才肌でございまするね

とてもじゃありませんがお宝とは言えませんうーん銀兵衛さんの推理も外れたか枠木の存在まではいいとこ言ってたんですけどねやっぱり鍛冶屋さんだったからこそのこだわりだったのかとなるほどね残念だけど後で銀兵衛さんに伝えておくねよろしくお願いしますあのちなみにどんな釘があのお茶室に使われているかについては 銀兵衛さんが知りたければ一度マルガリータちゃんに憑依して聞きに来るように伝えてください了解了解憑依する気があるかどうか今度聞いておくよよろしくお願いします少しノイズが入り始めましたねそろそろ時間ですかねそうみたいメ、ね、ーカーおオあは,はいなんでございましょうかあのお茶室の秘密は

今日はこの辺で失礼するわマルガリータちゃんの体力のこともあるしねわかりました次回のひょまでにきっと謎を解いておきます素敵じゃあまたね教祖さんとメロニカさんにもよろしく言っておいて教祖さんに「曲楽しみにしてます」ってね了解です

はあ、でもやらかしたな何をでございまするかいやマリリンに乗せられちゃって「次回までにお茶室の謎を解いてみせます」って断言しちゃったハは <laughs> いやはやカオルさんまでもがそのような面目ない男性というのは本当に美女の前では見えっ張りなのでございまするね<笑>,笑うしかない。 しししかしながらカオルさん,なんでしょういくらなんでもカオルさんが美女の色かだけでそのような断言をされたとはこのマルガリータには思えませんのが教祖さんならそれもありなのでございますがははははきっと何か賞賛がおありなのでしょう賞賛っていうかうんそのやはり何かございますねうん一つ気になることがねそれは何でございまするかお茶室の壁だよ あの土壁でございまするかそう、あの土壁あれって普通の土壁より熱いと思わないあ、高倉さんおにぎりがこんなにありがとうございます <laughs> 高倉さんも思うでしょう。あの土壁普通よりは分厚いよね <laughs> つまり壁に何かが埋め込まれていると そうなんじゃないかなってくらいのことなんだけどなるほど、壁の中になるほど、なるほどすべては明日だねうんそうでございまするねおにぎりいただきますここから見える夜景は最高ですねそうだな山の上からの夜景は本当に綺麗だ ちょうど海に満月も映ってるし水面に映る光を眺めているととてもノスタルジックな気持ちになりますよまったくそうなんだよなそれに今日そうお前といると時々とても懐かしい気持ちになるんだよ僕もなんですよねおかしいですよね ベロニカさんといると時々すごく懐かしい気持ちになるんですよまあお互い過去に何かあったのかもしれんな冗談抜きにそうですねああいつごろどんなことがあったんだろうなあのお月様は見ていたんでしょうけどねおおいいこと言うな競争そうだお月様は知ってるねきっと きっとそうですよずっと昔から変わらずあの空に浮かんでいるんですもん時空という海に浮かんでいるわけだからなおうん、なるほど月は時空という海に浮かんでいるそう、船みたいになマリリンさんもあのお月様を見ていたんですよねそういうことになるなそれに月子さんもそうだね、月子さんも 月子さんってやっぱりいい名前だなそうだねお前にはもったいない人だなそんなんですよ <laughs> 僕にはもったいない人なんです最近月子さんとは <laughs> 月子さん月一回ちゃんと夢枕に立ってくれてますよかったねよかったこれもベロニカさんやマルガリタちゃんのおかげですよまったくん これからも月子さんと仲良くするんだぞ当たり前じゃないですかもうやだなそうかそうか当たり前か <noise> あ、マリエさんからだあ、ちょっと失礼あ、もしもしマリエさんどうしましたこんな時間にあ,あ、大丈夫ですよ 今、ベロニカさんとお月様を見ながらお話ししていただけですから。<laughs> そうなんですよ。今日のお月様は格別綺麗でして。はい。あら、そちらでも見える <laughs> 綺麗ですよねあ。それでご用件はええ。ええ。あらまあ。そうなんですか うーん、はい。そうですね。そんなことを急に言われましてもね。チャリティーですかうーん、はい。まあ、それならお話は別ですね。考えてもようございますが、うん、しかし、明日に出てもとても間に合いませんからね。え、え えああ、なるほど、なるほど。さすがマリエさんですね。それなら何なとかなるかもしれませんが、うん。では、ちょっと検討してみましょう。またこちらから連絡いたします。はーい。ではでは、ポチ。何か休養でも入ったかええー、まあ、昨日キャンセルした3日後の議庫なんですけど、 やっぱり一曲でもいいからやってほしいという依頼がありましてお前ってやっぱり売れっ子ミュージシャンなのないやそれほどでもあるんですよマト君 <laughs> ここは私たちに任せていっていいぞいやそれがニューヨークでのギグなもので物理的に無理なんですよ依頼があったのはチャリティープログラムの一曲なので僕も可能なら参加したいところなんですけど一曲歌うためにニュー ニューヨークへ行こいってかチャリティってことはノーギャラはい、もちろん。主催者側もそんな依頼よくできるな。びっくりだわ。チャリティーのギャラはなしでも売名はできますからね。駆け出しのミュージシャンには結構美味しい仕事ですよ。そりゃそうだ。でも、僕クラスになりましたね。<laughs> 名前売る必要もないからな。 そうなんですよ <laughs> あ、だから断ろうかとチャリティって何のチャリティだい何でも干ばで苦しんでいる子供たちのため井戸を作るとか今日そうそのチャリティはやっぱり出演しなでもニューヨークですもん今からじゃ無理っす無理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 ,無理マリエさんがなんか提案してくださったんだろう？えまあネット上のライブ配信でいいんじゃないかって おなるほどそれならここでお前が歌っても世界中に届くわけだまあこの競祖本さえあればでも何歌おうかなせっかくだから今お前が書いているマリリンさんへの曲でどうだえー、それはちょっとよし決まりだ早速マリエさんに連絡しとこうあちょちょちょっとマリエさんマリエさんえー、っとマリエさんへのメッセージはあこれだ 教祖チャリティーコンサート出演します。新曲歌います。とはい、完了。ベロニカさん、あなたは恐ろしい女性です。相変わらし、うん、仕方ない。じゃあ、それなりの準備が必要なんですけど、手伝っていただけますかもちろんだ。おう、何でも手伝うぞ。それでは早速。 明日からレッスンに入りますよレッスンはいレッスン今僕が書いているマリリンのための曲をベルリカさんが歌うんですばばか何を言ってるだって月子さんに愛を誓っているこんな僕がマリリンさんのための歌を世界へ向けて歌えないでしょ月子さんにも悪いもんそりゃお前女優が俳優とキスシーンやるようなもんで問題ないだろういいえ問題ありです マリリンさん1人のために歌うならその時月子さんにも横にいて聞いてもらおうと思ってましたけど事情が変わりました出演しろって言ったのはベロニカさんですからね責任取ってもらえます<笑><笑>まマジかカオルさんがおっしゃるようにこのお茶室の壁は分厚い壁でございますのねでしょ 普通の土壁の倍くらいの厚さがあるんじゃないかな。特に、車室内部のこの壁なんか30センチくらいあるよ。外壁はこれまで何度かやり直した可能性はございますが、この内壁はひょっとすると昔のままかもしれませんのな。または、上塗りだけしているか、だね。おっと、メールが。おー、OK が取れた。どなたからですかや坂かきぬよさん。 これからやる茶室の創作の許可をね。許可とは壁の中を見るには、壁の表面を削る必要があるからね。茶室の所有者である絹代さんの許可をいただいたわけ。なるほど。さすがでございまする。よし。じゃあ、早速削ってみますか。だって、承知の好きでございまする。どこから削りますかなまあ、この内壁からだね。僕が何かを埋めるとすれば、 絶対この壁にするしマルガリータも同意見にございまする予想通り何かが埋まってるといいなワクワクしまするね <laughs> 何が埋まってるんでございましょうなんだろうねおおカンロさん、カンロさん、来て来て庭の教祖さんたちが騒いでるなんでございましょうね珍しい動物でも出たかとりあえず行ってみまし どうしました大丈夫でございまするか、ね、見てくださいなこれ驚きだよねああ、うん、これはどういうことなんですかわかりませんでもこの石のベンチに僕のチューニングフォークがくっついたんですよチューニングフォーク音叉ですよ 音の調律に使うやつですなぜベロニカさんの音程が安定していないもので仕方ないだろあたしゃ歌手じゃないっつうのまあまあそうカリカリしないで素人にしては結構いい感じなんですからえそそうかはいそれに疑いは普段のそのドスの聞いた字声とは全く違って超キュートですよ素直には喜べんが まあ喜んでおくかあのそれでああごめんなさい教祖が私のピッチを測ろうとこのチューニングフォークを出したらカシャンってこの石にくっついちゃったの本当だ石に金属がくっつくとは教祖さんこのチューニングフォーク磁石になってませんあ、そうでした 僕よくなくすからくっつくように加工してもらってます。<laughs> あなんだ、そうだったのか。<laughs> そうだったのか、じゃないだろう。これが磁石になってても石にくっつくのはおかしいだろう。あ<っ>あじゃないだろう、まったく。ははは、磁石が石にくっつくうん。あ,あ。 なんですあって何か思い当たることでもひょっとしてこれ、隕石じゃないですかなるほど、隕石ならば磁石はくっつきまするね隕石ってあの宇宙から降ってくるはい、その隕石この石の色を見てもそれっぽいんですよねおー、言われてみればその可能性は大でござい そうかそう言われてみるとそうか隕石かさすが西岡カールさんいやそれほどでも隕石ってこんな風に黒いんですかあベロニカさんそんなことも知らないんですか面目ないこれどう見ても隕石の黒さじゃないですかそうなんだまあどの隕石も黒いかと言われるとそうでもないんですけどね そう,そう,そう,うんどの隕石も黒いわけではないんですけどねえ隕石が地球の大気圏を通って落ちてくるとき大気との摩擦で隕石の表面は加熱されますそうなんですよ表面が「あっちっちーっち」になるんですねそして地球上に落ちて冷えたとき表面が黒くなる妖怪比較って言うんですけどそ,そうそう妖怪比較ね妖怪比較競争 まさかお前えな、何か表面上のこの特徴はどの隕石にもありますがそうなんですよあるんですよでも表面が割れてしまっているとこの比較が残ってなくて隕石かどうかの判定が難しい場合もあるんですそうなんですねたー判定がむずいですねうんその早いわ教祖 お前隕石のこと何も知らんだろう <laughs> いつもの知ったかぶりな<笑><笑>それからもう一つなんでございまするか隕石でなくても磁石がくっつく石はいくつかありますそうなのでございますかそうなるとこの石はうーんどうなんだろうねでもこの丸みを帯びた角を見ると隕石の可能性がかなり大きいと僕は思いますね あのー、このくらいの大きな隕石だと結構有名な隕石なんじゃないんですかねそうですねもしこの隕石の情報が知れ渡っていればそうなるでしょうねこんな大きなものは日本では最大級のものでしょうからそれがこんな庭にポーンって置かれてるってのもなんだか <laughs> いやいやそれは分かりませんよ福田家の財力があればそのくらいの道楽はできたでしょうから。 それにこの別宅のできた時代は江戸時代ですしね隕石の情報も行き渡らなかったかもしれないこのな山奥に茶室付きの別宅があるのも隕石に関係しているのかもしれませんなうーんなるほどお前本当に理解してんのかアははやっぱちんぷんかんぷんなんだろう実は妖怪比較あたりからいっぱいいっぱいです懲りないね 何にせよこの石は興味深いですね茶室だけでなく庭にも秘密があると思う方が面白ございますよねそうだね別に鑑定して売るわけでもないしそう理解しておきましょうか僕が手配すれば鑑定などちゃちゃいでちゃいでできますがおおそうかお前にも財力があったんだったどうされますカオルさん うーんその判断はお屋敷の持ち主の親坂木の予算にお任せしましょうそれが良いでございますねなるほどそれがいいねさてと庭の石についてはこれくらいにしていよいよ茶室の壁でございますのねおおいよいよ楽しみだなあのベロニカさんあなたはこっちでレッスンですが何かええー、もういいだろう 私もお茶室の謎解きしたい。本番がもうすぐなんですけど、それでもよろしいと。ネットは全世界に繋がっているんですよ。そんな場で赤っ恥書いてもいいといや。やっぱ恥書くのは嫌かな。じゃあやることは決まってます。はい、こっちいらっしゃい。ピッチの調整から行きますよ。<laughs> はい、絵をくださいカオルさん、いよいよでございまするなうん、残るは壁の内部の調査だねもしこの壁に何かが埋め込まれているとしたら何だと思われまするかそうだねおここ硬いな マルガリータちゃんには何か考えがあるかな庭の石が隕石だとしますとこの茶室にも隕石がありそうな気はいたしまするがなるほどそれは一理あるね試してみようかはいじゃあ教祖さんにチューニングフォークをお借りするのでございまするねさすがよ。教祖さんの作曲した歌が聞こえてきまする そろそろ仕上げに近づいてきたみたいだね二日後のチャリティーライブが楽しみでございますね楽しみだだってこことニューヨークがネットでつながるわけでしょはいニューヨーク会場には世界の名だたるアーティストが集まりますよすげーなー教祖さんってはいすげーでございまするこ、こらまあと同じ間違いをする そこはリテヌートじゃなくてリタルダントううすいません一変し芝居たるかううごめんなさいもう一回 <laughs> <っ>音楽に関してはさすがのベロニカさんも教祖さんにはかないませんな恐ろしいくらいの二面性だよねいつもはベロニカさんにビクビクしてるのにベロニカさんも教祖さんの才能をお認めになられておられますから あああして教祖ささんののご指導通りにされるのですねあーベロニカさん大人だよね素敵だカールさんはマリリンさんやベロニカさんみたいな美しい方々がたとお知り合いになれて幸せでございまするねああそう言われればそうだよねよし壁の謎解き頑張っちゃうぞチャリティーコンサートの時マリリンさんに謎解きが報告できたらよろしゅうございますね。 うんそれを目指そうあでもその時はマルガリータちゃんマリリンの憑依中だからベロニカさんの歌生で聞けないね大丈夫でございますよ後でちゃんとカオルさんの記録した映像を拝見しまするゆえ録画よろしくお願いしまするねガッテンあーそれにしてもベロニカさんの歌声って超絶キュートだー <laughs> 本当ほんとでございまするな

身長が一番高い高倉さんの方が、まんべんなく壁を調査できますから、よろしくお願いします。高倉さん、まず、ここをお願いできますかこの部分、硬いので何かが埋まっていると思うんで。チューニングフォーク、壁にくっつきませんのな。残念。<laughs> <laughs> まあまあ、高倉さん泣くようなことでもございませんよ高倉さん気を取り直して他の部分の捜索をお願いいたします <laughs> さてっと高倉さんが探ってくださっている間に僕たちはこの部分を削ってみようか勝手、て承知の助け。 赤黒さん、やはりチューニングフォークがくっつく部分は見つかりませんのかそうですかどうやら壁の中に隕石が埋め込まれているということはなさそうでございますねそうだね考えてみれば壁中を隕石で埋め尽くすのはいくらなんでも無理だろうしさようでございまするなこればかりは財力ではどうにもなりませんあ だんだん見えてきたぞやはり何かが埋め込まれておりますねなんでしょうやっぱり石だなこれは本当でございまする高倉さんもご覧くださいませ福田は石にご縁がある家系のようださようでございまするな福田家の後の和菓子家業を思い起こせばなんともはや対照的なイメージ しかし、なんだろうな。この石は、大きさとしては多分、うーん、レンガくらいかな。いや、もうちょっと幅があるかな。マルガリータにはこの石が何なのか見当もつきませんなんだろうね。 高倉さんわかります <laughs> ですよね笑うしかありませんよね内壁にこのようなレンガ状のものがいくつも埋め込まれているということになるのでしょうかな、うん、耐震性とか建築上の工夫でもなさそうだしなうーんなんだろうなこれいっそうん、一層のことこれ一個だけ壁から取り出してみるよろしいのでしょうか 絹代さんの許可がいるだろうね。聞いてみるよ。この様子を写真で写してっと添付メールで許可もらおう。う <noise> これでよしっと。絹代さんから返事が来るまでちょっと一休みしようか。ガッテン。うんうんうん なるほどなるほど。やっぱり何かが埋め込まれているんですね。なんだろう。レンガくらいのものって。レンガくらいの大きさの石で高価なものってことですかうん,ん。まあ、絹代さんの許可が下りたら一つだけ壁から取り出してみますんで。それで多分解決するでしょう。解決間近ってことですか。よかったですね。ところで、ベロニカさん。 コンサートの準備はいかがでございまするかま、まあまあってとこかない、いかがでしょうかうん、うん、このまま順調にいけばきっとうまくいきますよ本当？なんとかなりそう大丈夫、この競争が保証いたしますよようございましたな、ベロニカさんよかったよし、がぜんやる気が出てきたぞラーラ

西岡かおるくんはははい、はい、自信あるに決まってるじゃないですかあーたたちすごい自信ですねあーたたちこの僕の才能をまだ信じていないんですか今回の歌はそうですねチャリティーライブでのお披露目が済めばしばらくは世界中で流れますし 歴史に残るチャリティーソングともなりますからすげえ自信一体どんな歌なんです僕たちまだ全体を聞いていないからわかんないんだよねそれがさ結構いい歌なんだわこれがくー <laughs> 結構ですってこれだから一般ピープルの感性はまたも申し訳ございません 何回言ったらわかるんですかああここは違うって何度も言ってるでしょうがああああそうでしたね分かるでしょうもんすいませんぷんぷんさんから許可が出たようでございましたなうん。さすがに許可なしじゃこうやって茶室の壁に穴を開けられないからねあ、高倉さんここからは思い切って飲みを使いましょう さてとこれで茶室のこの壁に何が埋め込まれているのかがはっきりするぞ高倉さんここの辺りからトントンやっていただけますか何が埋め込まれているのかカオルさんにはすでに予想がついているのでしょうかうーんぼんやりとはねマルガリータちゃんは金の延べ棒ではないかとも考えましたが。 金は磁石にくっつかないしねでも多分石だねこれはレンガくらいの大きさの石でございましょううん。それでいて高価なものそうだねさっぱりわかりません。高倉さんはどうですなんだか想像できますか <laughs>、うん、高倉さんひょっとしてわ <laughs> <laughs> かってるのかもあ、取れた慎重に取り出さなきゃ スズリでございましたか高倉さんの予想通りでしたね <laughs> これは西洋文化で育ったマルガリータにはちょっと難問でございましたなそうだねいくらマルガリータちゃんでもスズリには馴染みがないだろうからねテレビで見たことはございまするよそっかそっか時代劇にはスズリを使う場面が出てくるもんね それから高倉さんがすを使っているのを何度か見たことがございますおおそうだったそうだった高倉さん初夜水墨画をたしなんでいらっしゃるんでした <laughs> それでここに埋まっているのがすだって見当ついてたんですねカオルさんすというのはそれほど高価なものなのでございまするかな値打ちのあるすは本当に高いよさようでございまするか ネットで調べてみまするかなうーん、すずりすずりとあ、それだったら大試験で調べてみてくれる大試験でございまするね合点承知の助。け多分今壁から取り出したこのすずりは大試験っていう種類のものだと思うんで出てまいりましたよ画像をクリックしてみて合点あー やっぱりこの形からしてこれは大使圏だね特徴的だから間違いないでしょう確かに特徴的な形をしておりまするね高倉さんどうですかこれ大使圏ですよねえっとなるほどなるほど大使圏は宋の時代に盛んに作られていたのか宋の時代とは中国の年代だよこのすずりは中国のものなのでございまするか そうだねてっきり日本のものかと思っておりましたああ、そうかそうだよね日本のものって思っちゃうかもちろん日本製のすずりもあるらしいけどね例えばえー、っとちょっと待ってよ日本のすずりとうーんあーこれこれこの赤ますずりなんかそうだね ああこんなのも高そうだな一体いくらくらいの価値があるんでございましょうか分かんないねそれこそピンキリだからさピンキリとはいいものから悪いものまでっていう意味ね確かポルトガル語から来てるこの表現ポルトガル語でございまするか日本の歴史に関係しているのでございましょうなそれでいいすずりですとどれくらいの価値が うーん、そうだね。あ,あほら、これ見てごらん。ネットオークションに出てるこの大試験なんかは、300万円の値段がついてるよ。高いなー。百ひょー百106。<laughs> 107 10。108。 百八でございまするね、多分。百八の鈴が壁に埋まっているわけか。壁を叩いて探れる分だけでございまするが。壁全部を取り壊すわけにもいかないからね。でも埋め込まれているのは百八で間違いないと思うよ。なぜそのような確信を？日本人にとって百八っていうのは特殊な意味がありそうだしね。ねえ、え高倉さん。<laughs> 仏教の教えの中で。 人間の煩悩は108あるから除夜の鐘を108回つくっていうしさ煩悩とはうーん人を悩ませたり苦しませたりする心のことかな難しゅございまするねなんせ仏教の教えだからねなに高倉さんお 煩悩をネットで調べてくださったんですか？<laughs> うーん、なになに人には第六感も含めて6つの感覚があり、それらはそれぞれ量悪平の3つと綺麗。汚いの2つがある。これで6かける。6の36。そしてこれらが過去。現在未来の。 三つの時間に分かれるので、三十六掛ける三で百八となるか。はあ、知らなんだ。六つの感覚ということは身の回りから取り込んでしまうものが煩悩なのでございましょうかな。うーん、わかんねえ。<laughs> <laughs> カノさん、鈴木が百八あるとすると、それていくらぐらいの価値になるのでしょうか。 そうだね。すずりの価値はピンキリだろうけど、福田家のご先祖様がわざわざ壁に塗り込んで保管するくらいだから、それぞれのすずりはそれなりの価値のものだと思うよ。まあ、一つのすずりが最低100万円単位のものだろうから。仮に100万円でも1億円ということでございまするな。だね。でも、 100万のものばかりってこともないだろうからさ1億どころじゃないねきっとなんと壁から取り出したこのすずりは大使券だけど刀券つまり中国のすずりといえばやっぱり探偵券九重券長戴券っていうのがビッグスリーだしそのビッグスリーもこの壁に埋まっていると服だけのことだもんきっとそうだよなるほど するとこの大試験よりも高価なスズリがここにたくさんでしょうね。物によったら多分。<noise> あ、ありがとうございます高倉さん。<笑><笑>えっと、お、マルガリータちゃん、見てよこれ。オークションに出てるこの探検犬なんて六百万円だよ。<laughs> すると百個で六億。そうなるね。服だけの茶室の秘密はやっぱりスズリだったのでしょうな。 だろうね。すずりでございましたか。とはいえ。とはいえもっと広い目で見ると、今まで見つけてきた枠木も隕石もすずりも、そして、この茶室用の掛け軸や茶器など、すべてが秘密といえば秘密なんじゃないかな。なるほど。まさに、茶室全体が秘密であったということですね。そういうふうに結論付けましょうか。今回の茶室探索は、 ガッテンでございますそれじゃあこのことをノヤさんにまず知らせてそれから教祖さんとベロニカさんにそしてマリリンに報告だねマリリンさん喜んでくださいますかな大丈夫きっと喜んでくれるさはあ今回はさすがに疲れたよ天下の美女からの依頼でございましたからねお疲れ様でございましたカオルさん マルガリータちゃんもそれから高倉さんもねお疲れ様おやまたヘリがきっと明後日のチャリティーライブ配信のためのクルーたちが来たんだねうん、そうでございました茶室探索の後にはそれが控えてございましたな そこの君スピーカーをそんな方にセッティングしたらダメでしょ向こうの山に反響して歌いづらくなるじゃないですかまったくああそこの君は君で何やってんのよマイクコードをそんな配置だとカメラが動きづらいじゃないですか明日の夜は僕よりもベロニカさんをベストな状態で写してくれないと分かったまったくもうあ君 ひょっとしてバイトさんえん違うん違うんだろもっと頭使って動きなさいよまたあーあーあテスすです,ですあーあーねえ今日そう私立って歌うのそれとも座って歌うのベノニカさんの声を考えたら立って歌った方がいいでしょうねそっか うーん立って歌った方が歌いやすいよねやっぱりでもな座って歌った方がさりげなく私の美脚を見せられるんだけどうーん座って歌ってくださいぜひぜひぜぜぜったいった方がいいですうん、<laughs> 教祖さん相変わんず適当だな。う <laughs> でも教祖さんって意外に仕事できる方なのねマリリンもそう思います映画界もあの手の殿方が多かったわ普段はぼーっとしているんだけどいざとなると頼りになる芸術肌の人って何かしら共通点があるんでしょうねそうね切れる頭の持ち主ってところはみんな同じなのね 一度教祖さんの IQ 調べてみたくなりましたきっと高いわよ <laughs> ああ、明日のコンサートが楽しみだわ明日は夜8時ぴったりにベロニカさんの歌が始まりますからね憑依のタイミングどうぞよろしくお願いしますマルガリータちゃんの憑依可能時間の関係がありますので了解お約束通り 明日の歌歌はマリリンに捧げる歌ですってああ嬉しいな生きていた頃いろんなものを殿方からいただいていたんだけど歌を捧げられたなんてのは覚えがないんだもんえそれは意外ですね少なくともプライベートではないと思うよ本当にあれそれともあったかなえ <laughs> 忘れちゃったまあまあ、きっとあったんだと思いますけどねまあまあそんなことより今回のお茶室の件本当にありがとうねカオルいえいえ銀兵衛さんにも納得いただけましたようでようございましたすずりのコレクションだったなんてねええ人間の煩悩の数とされる 108つのすずりが埋め込まれていますそれって何かのおまじないわかりません108つの煩悩なんて言っても結局数に関係なく煩悩がたくさんあるってことだろうしそれってブリズムの教えでしょ今度こっちでブッダに会ったら尋ねてみちゃお尋 <laughs> ねてもいいですけどなんて答えたかは教えないでくださいね だって煩悩が108あるだないだって言ってるのは結局こちら現世の人間が勝手に理屈こねてるだけですからねマリリンのいるそちらの霊界の住人が聞いたら笑っちゃうかもしれないだから知りたくないの現世の理屈は現世の理屈で尊重してあげておかないと。へーやっぱり薫は。 マリリーストライクなな子だなあ褒められてますひょっとしてうんもう,もう出れるじゃありませんか <laughs> ねえところで見つけたすずりやわくぎはどうするの<あ>これから持ち主の絹ぬさんと話してこのままにしておくことにしましたまあ絹ぬさんがお金に困ったら売っちゃうかもしれないけど 私のボールといい今回のことといい絹代さんって金銭欲がない人ねそうですねまあ鹿の島でのんびり暮らされているからどうでもいいのかもしれませんねねえねえ私さ隕石が気になって仕方ないんだけどあの隕石は隕石でそれなりの価値はあるでしょうねなんせ大きいですもん宇宙からの贈り物よね あーロマンだわー素敵ーロマンといえば今回のマリリンへの歌もとてもロマンチックな歌ですよえそうなのはい時空を超えたロマンスが歌われていると教祖さんが言ってましたどうぞお楽しみにわーいワンツーワンツー じゃ、ベラニカさん、リ、は、ハ、い、いきますよ。はーい。教祖さんたちの出番、もうすぐですよ、マリリン。さすが、スーパーモデルとミュージシャンの二人ね。 全然びくついてないわベロニカさんは内心ドキドキかもしれませんよなんせ歌は専門外ですもんそっかでもああやってライトを浴びている姿を見ると生まれつきのスターオーラがある子ねベロニカさんはだから大丈夫よ歌くらい間違ってもそれが魅力に見えるからそれは言えてるかももう少し近づいて見てみましょうか大丈夫 あまりカメラに近づくとマルガリータちゃんが映っちゃうしマリリンはこのモニターで十分よわかりましたあ始まりますねカオルボリューム上げてか,かしこまりました 改めてこうやってみると教祖さんってすごいんだな <laughs> 現役時代の私を超えてるかもねさていよいよベロニカさんの紹介ですねがんばれベロニカ And with me OK OK I know I know How 你打